ラジオネーム柏餅。有吉さん、先日あるサイトを見ているとヒカキンの名言集を見つけたと同時に有吉さんの名言集というものがあったので比べてみました。ヒカキン、天狗になったら終わりだね。天狗には自覚がない、ダサすぎ、スマートなカリスマになりたい。有吉弘行、最近ゴミみたいにいますからね、カリスマ。ヒカキン。俺がどれだけ年を取っても子供たちを喜ばせる仕事をしていたいな。子供たちの喜びというのは大人の喜びの何十倍も純粋で、その子の人生において大きなものだから。有吉弘行。僕が全然仕事なくてどん底にいた時に何が幸せだったかっていうと、金も持ってるやつからぶんどるか痛い目に合わせてやるとか、そういうことがすごく楽しかったんですよね。完全に嫌がらせです。有吉さん、 YouTube 頑張ってください。いやもうダメだな、もう、もう根っこからもう対立し合って対立しますね。これダメです、バチバチです。いやでもまあヒカキンが、でもこれは子供たちの喜びがね、素晴らしいって言ってるのは当然だよな、うん、だって子供たち相手に商売してんだから。そうですね、子供たち相手に商売してる奴らが子供の夢なんてクソだって言わないよな。言わないです、それは言わないです。そりゃそうだ、それはだから分かんない。俺だって、うん、俺だって子供から金ぶんどるようになったら俺子供のこと褒めまくるぜ。ぶんどるとか、子供最高だねっつって。いやお金なんだ、言うからね。言いますかね。うん、それ言いますよ。そっか、だからこれはだから今誰が何、うん、どんな支持者からお金を得ているかっていうことをよく考えてからあれしてくださいよ。ヒカキンさんが子供のことを褒めてるからって子供大好きなんだなと思われてくださいよ。そうですね、俺が逆に言うとなんかカリスマのことバカにしてますけど、はい、俺がカリスマのことを褒めることもありますよ。カリスマがいっぱい俺に金くれりゃね。まあそれは褒めますよね。そうですよ、はいはい、だからその辺注意してくださいよ。今保身入りましたね、今ね。いや保身入ってないよ全然。そうですか。そうよ。なんか俺、まあ、今日あれだな、俺なんか保身とかそう言いたがるな。いや違います、解釈がおかしいな、さっきから。おかしいですか。うん、あ、じゃあ歪んでる、ね、俺保身入ってねえよ。入ってない。俺がだからなんか子供のこと褒め始めたら、あ、子供で金稼ごうとしてやがんならこいつって思われる、はいはいはい、リスク俺背負って発言してんだからな。なるほど、全く逆だぞ。保身だってしてねえぞ。本当ですか。カリスマはだってカリスマのこと悪く言う、いや、カリスマのこと よく言い始めたら、カリスマから俺金もらってんだなって皆さん思ってくださいよって俺は自分を卑下してんだ。なるほどな。欲しいんじゃねえだろ。ノエル・ギャラガーみたいだろ、俺は。ノエル・ギャラガーみたいだったら。だから